どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ、今まで僕はその部屋だったりとか、あとこういうカバンの中身だったりとかっていうのをシェアしていきましたけども、ちょいちょいですねコメントでいただきます。ガジェットの中身はどうなんだと。はい、まあもうちょっと具体的に言うと、そのガジェットの中のアプリだったりデータっていったものはもちろんすっきりしてるよねっていうコメントとか、まあ、よくいただきます。まあ本当にありがとうございます。確かに、まあ、見せてなかったなというところなので、まあ、今回ですね僕のガジェットの中身どうなってるかっていうのをちょっとお見せしたいなというふうに思います。はい、ということで早速やっていきます。僕が使っているスマートフォンはですね、 Google さんから出ている Nexus Phone と呼ばれるものです。この中に、フリーテルさんの SIM フリー、フリーテルさんの SIM をこの中に入れています。あ、ちょっとすいません、爪伸びちゃってますね。はい、すいません。5分以内ならかけ放題っていうプランに入ってるので、まだ今月の料金は1500円ぐらいかなというふうに思います。はい、電源オン。はい、まずはこんな感じですね。とシンプルでございます。これをこう開けると、はい、こんな感じになってます。で、僕の場合は結構こうアプリケーションごとにフォルダーに入れてます。例えばまあこれはサーチだったり、これはツールだったり、まあ、これはお金関係だったり、これは音楽関係だったりっていうのがちょいちょい入っているので、これをですね全部展開すると多分2ページぐらいになると思います。でも僕の場合はある程度まとめちゃってるので、こんな感じで、まあそれぞれアプリケーションあるんですけど、全部僕が仕事で使っていたり、あとはどうしても毎日使っているものだけあります。ここを押すと、まあこれがアプリ一覧なんですけど、全部これは必要ですね。こうやって見るとなんか多いなっていう感じがしますし、例えばこれ消そうと思っても消せないんです。もう Google さんが入れちゃってるアプリケーションに関してはもうアンインストールができないので、あれ、これなんだろう、このアプリあっていらないな。はいはいはい、すっきりしました。で、この配置なんですけど、こうやって僕基本的に左で持ってこう操作するんですけど、この左の親指の可動域内にアプリを全部収めてます。なので初め起動の時はですね非常に押しやすいです。はい、でも一旦アプリを開いてしまうと、あとはこう親指をグッと持ってこないといけなかったりするので、若干面倒くさかったりしますけども、初めのアプリの配置っていうのは、まあ、親指、左の親指が全部届くっていう、そういう風になってます。はい、では次はこの MacBook の中身がどうなってるのかっていうのをお見せします。せーの、ドーン。このですね、ドックの部分。このドックの部分は、これだけです。で、あとは、例えばここに、こうなんかデータがあったりとか、ファイルがあったりとか、そういったものは、僕の場合は一切ありません。もうデスクトップはもうこれだけです。以前はもうこの下の部分にですね、ドックがもう横いっぱいになるまでアプリケーションがブワーってあったんですけど、僕の先輩がですね、まさにこういう感じでドック1,2,3終了みたいな感じでやってて衝撃を受けたので、まあ真似してみました。ランチパッドを押すとこんな感じになってます。一応まずさっきのスマホと同じようにフォルダー分けされてます。ウェブっていうフォルダーと、これはオーディオ&ビジュアルですね。で、あとはデフォルト。これはもう消せないやつです。どうやったって消せないやつ。で、これがその他。まあこれもその他に入っ、まあデフォルトで入ってるアプリだったりとか、まあスカイプだったり、Kindle だったりっていうのが入ってます。あんまり使わないです、ここは。OS はハイシエラにアップデートしていて、ストレージの容量はSSD の512GB なんですけど、それの、どうでしょう、今、10% も使ってないと思います。この書類の中に作業テーブルってのがあって、
まあ、YouTube でアップするための BGM 集がここにあるっていう、それぐらいですね。うん。で、このパソコンには何にもないっていうのが、まあ、お分かりいただけたと思うんですが、じゃあデータはどこにあるのということで、僕の場合はですね、これを使ってます。はい、こんなちっちゃいんですけど、これで32ギガあるので、音楽だったり画像だったり書類っていうのはもうほとんどこの中に入ってます。32ギガあるんですけど、容量はだいたいもう 60% ぐらいは埋まってます。はい、なのでまたですね、これ新しいのちょっと買い足そうかなというふうに考えてます。日々のバックアップですね。バックアップはこの外付けハードディスク、外付けフラッシュじゃなくて外付けハードディスクに、入れてます。もうバックアップデータとかは全部あのボンボンボンって全部こっちに入れてます。で、これはまあ棚のですね、こういった部分にしまってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まだまだドン引きしていただけましたか。これだけない、まあこれがあるかどうかっていうのはもう本当にあなたにお任せします。まあ、少なくとも僕はこれ以上画面がスッキリしてる人っていうのはあまり見たことがないので、僕はかなりスッキリしてる方なんじゃないかなというふうに思います。断捨離する前っていうのはもうアイコンでぎっしり詰まってました。これもなんかもう5ページぐらいスクロールして、俺いっぱいアプリケーション持ってるんだみたいな感じでやってましたけど、いざ断捨離をして、まあ、こういうデータもですね、断捨離をするようになってから本当にスッキリします。今までどれだけパソコンを開けた時、スマホの画面を開いた時にアプリケーションに意識を奪われてたかっていうのがですね、もう本当に分かりました。今では全くそういうのがないので、よし今日も仕事をしようっつってパソコンを開いて、そのまま仕事にノーストレスで入れるっていう、そういうのがですねあります。はい、ということで、今回ももしですねドン引きしました、ためになりましたというのでしたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。